はい、本日はですね、こちらノースフェイスとビームスのベッチモデル2022年秋冬バージョンをねご紹介していきたいなというふうに思います。正式名称でいきます。ザ・ノースフェイスパープルレーベル×ビームスボーイベッチマウンテンウィンドパーカーということでね、ご紹介をさせていただくんですけども、まずはですね、このカラーをちょっとチョイスした理由っていうのは特にございません。これともう一色ベージュかなんかあったんですけども、まあなんかこれの方が皆さんに見ていただけるんじゃないかなというだけでね、購入をさせていただきました。ちなみにまずはね、サイズ感を見ていただこうかなと思います。まあ、去年もこれ出たモデルらしいんですけども、ちょっと僕去年は知らなかったんで、今年を購入させていただいたんですけども、サイズはこちら L サイズで着用をしております。まあ、前開けてる感じだったらこんな感じですね。で、前を締めていくとじゃあどんな雰囲気になるんですかと、タクトさんちょっとやってみてくださいよっていうことだと思うんで、一回締めていきましょう。はい、まあこんな感じのね雰囲気になります。裾っていうか、その両サイドのポケットに関しては、これはよくあるこの高さですね。ノースフェイスの高さって、あのポケットの高さここじゃないですか。普通ってここやねんけども、リュックとか背負った時とかでもしっかり干渉せずに着用できますよというような感じですね。で、ノースフェイスのロゴ自体はこの左の腕のところしかないんですかね。ここにノースフェイスのね刺繍のロゴが入っておりますが、それ以外は特にこの胸のところにいつもあるような感じじゃなくて、これパープルレーベルの仕様なんでちょっと違うかもしれないんですけど、こんな感じですね。で、これのね特徴とかをね今からお話しざっとしていきたいなと思うんですけども、まあ、このジャケットっていつ着るジャケットなんていうことやと思うんですよ。いつこれ着るんですかってなってきたら、ウィンドパーカーってなってるんで、まあ、ちょっと風よけとかちょっと肌寒い時にパッて羽織るようなイメージかなと思います。だから僕が今着てるようなこういう例えば半袖の上とかで着用していくっていうことも全然いけます。あえてね裏地を張ってないみたいなんで、まあ、その辺でこう着にくいとか、こう着てて不快感があるっていうのはなくて、この表の生地と同じ生地なんで、こういう感じですね。裏地を張らずに、まあ、ライトに仕上げてるというような感じです。で、まあ、時期的にはまあこれからあれですよね、8月の終わりぐらいから、まあ、11月くらいまでは全然着れるんちゃうかなと思うんですけども、まあ、もともとゆったりした、ね、サイズ感になってるんで、例えばインナーに何か着るってなったりしたら着れると思うんですけど、一回ちょっと着てみましょうか。例えばね、これぐらい結構分厚めのスプリームのパーカーとか着ても着れるんかなっていうことなんですが、もうパーカーの方が分厚いですけどね、この上の方が薄いけども、あ、いけそうですね。あ、いけました、いけました。こんな感じで、まあ、全然あの中は着れますね。で、動くのとかも全然動けるので、これサイズ僕 L なんですけど、まあ、普段のサイズ感で全然問題ないと思います。ゆったりめに作ってあるので、まあ、こういう着こなしっていうか、こういう風にインナー着ていけば全然10月とかでも着れるし、11月ぐらいでもいけるんちゃうかなと思うんですけどもね、こんな感じの仕様になっております。で、特徴としてはですね、このノースフェイスのパープルレベルってそんなにめちゃくちゃ機能性あるわけじゃないんですよ。めちゃくちゃ機能性あるわけじゃないから普段紹介せえへんけども、まあ、それでもねビームスベッチやから見てもらえるかなってことで購入はしたんですが、よくよく見てみると、これポリエステルの生地使ってるんですけど、ポリの生地の中にもきっちりこういうリップストップって言って、縦と横の格子状に編み目を作ることによって、こう薄い生地なんやけども破れたりとかしづらいような強度はしっかり保ってますよと。それがいかにもねノースフェイスらしいかなと思いますが、まあ、生地感的にはかなり薄いです。こんな感じのもう1枚の裏地のないタイプなんで、でこの薄さを実現しようと思うと、どうしてもこういう頑丈な生地を使うことによってこの薄さが実現できるんではないかということになっておりますね。そして僕個人的に、ね、あ、これええなと思ったのがね、この袖口、この袖口のリブって今までノースフェイスであんまり見ないリブなんですよ。で、普段ノースフェイスのリブどんな感じって言われると、例えばダウンとかで多いのはこういう風にゴムを中に入れてベルクロでギュッて締めちゃうとか、あとマウンテンパーカーとかやったら同じくこのベルクロでグーグーって締めて、これはゴム入ってないんです、こういう仕様とか、まあどっちにしてもベルクロがあるという、で、まあこれはもうゴムなんですけどね、こういう仕様の袖口が多いんですけど、まあこれに関してはもうちょっとライトに街中で着るってことを考えて、もうパッて着てもうそれでおしまい。だからもういちいちこんなグチ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 しやんどん、パッて着てパッて脱げるっていうようなね仕様になってるので、このゴム自体は僕結構好きな感じなんですよ。だからええなと思って見てみたんですけど、まあその辺が特徴かなとは思います。で、お値段ですけど、なんぼしてんのと、このパープルレーベルとノースフェイスのパープルレーベルとビームスがコラボするとお値段なんぼですかって言われると、こちらです、ドン。あ、本日からカメラ変えておりますので、ちょっと見にくいか昼どうか分かりませんけども、28,600円、2万6000の消費税で2万8,600円ということになってますので、まあ、それが高いか安いかは人によって違います。でね、次のねデメリットのところでもねお話ししようと思ってるんですけどね、僕は個人的にちょっと高いんかなと思ってたんですけども、まあ一応デメリットをお伝えしていきたいなと思います。っていうのは何かっていうと、この価格帯、要は3万円切るぐらいの価格帯のノースフェイスって絶対防水もあるんですよ。だから防風でもあり防水でもあるっていう機能がちゃんと追加されてて、どんなシーンでも着用できるっていうようになってんねんけども、やっぱりコラボやとこの価格帯では多分それ
れができないと思うんですよね。コラボやったら多分4万円ぐらい出さんとそこの価格帯までもその性能まで持っていけないと思うんですけど、そういったところでこう割高感があるというか、そんなに一つ一つの部品見ると高いものじゃないんやけども、どうしてもコラボしていってこういうデザインとかで考えていくと、まあまあデザインで言うと妥当なんかなと。こっちに関してはね、ちゃんと防水の生地が使われてたりもするし、防風やし、あとはフードがこう収納できたりだとか、よりスペックがね、あのマノーセスらしいスペックが入ってるんかなとは思うんですが、まあ、この辺がデメリットになるんかなと思いますが、おすすめの人、じゃあ逆にどういう人ってなってくるじゃないですか。おすすめの人はね、普段こういう高スペック持ってる人からしたら別に同じような高スペックいらんじゃないですか。だから逆に言うと、初心者の人ほどこういうのは持たん方がよくて、こっちの高スペックいった方がいいんやけど、まあ、何が初心者かわからんけどもね、いっぱいこういう、機能性のジャケットとか持ってはるっていう人はもうデザインで買っちゃうっていうね、いいかなと思います。ちょうどほんまにこれからの時期とかにパッて羽織れて、でパッとそれなりの雰囲気になってきて、そんなにノースフェイス感もないんやけど、パッて袖口見たら、あれノースフェイスなんやと。確かに昔のノースフェイスのマウンテンライトってこの形やったよなって知ってる人とかは知ってるんですけどね、まあ、こういう感じでさーっと着るので、あんま機能性とかはもう普段持ってるから、もし雨降ったりしたらもうそっち着るし、これはほんまにパッて軽く羽織ったりとかする程度で近年っていう方はね、逆にありやとは思うんですけど、性能を求めはる方にはちょっといまいちなスペックというか、普段やったら1万円台とかで売ってそうな感じなんやけども、コラボのネームがちょっと入ってきちゃってるんかなとかって思ったりするんですけどね、まあ、そういった普段はこう高スペックなの持ってはる方にはあえて逆にいいんかなということで、おすすめかなと思います。はい、ということでね、まあ以上があのお話になったんですが、今ちょっと使っててデメリットっていうか微妙なとこ見つけました。で、何かっていうとね、これは多分皆さんに共通してくることやと思うんですけども、このジップの開け閉めがあるじゃないですか。この開けたり閉めたりするときに、ここがね、この外のフラップっていうか、これ両方あるんですけど、これが噛むんですよ。だから急いでキュッてやったりしたら噛んじゃって、さっきこの辺で、ね、巻き込んだりしとったんですけども、鼻からねジップだけがこうバッて見えとったんやけど、この上から布が当てられてるから、これによって噛みやすいのでね、ここだけはちょっと気をつけなあかんかもしれませんけど、以上がねこちらのマウンテンパーカーかなと思います。まあそもそも別注モデルってそもそも機能性とかうんぬんとかよりも、まあ、希少性とかね、そっちになってくると思うので、割高感はねもちろん当然のことやと思うんですけど、今回はこちらをね紹介しました。ただちょっと人気というか、多分おそらく数結構少ないんですよ。だからね、早めに購入された方がいいと思うし、ちょっと寒くなってる時にはもうおそらくないと思いますけどもね。まあそんなことで、こちらのマウンテンパーカーの紹介をしてみたということになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。